はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回の敵はリサイクル勇者ということで、今回は伝説の勇者デッキなんですが、冒険者がただ一人、チャゴス王子しかいません。しかしながら今回は伝説の勇者のレベル4を進めていくんですが、どういうことかというと、チャゴス王子は敵の攻撃対象になった時に手札に戻ってきてくれるんですよね。この効果を生かすことによって伝説の勇者のレベル4の効果をね、ちまちまと上げていく、まあそういう戦い方もできるんですが、ただまあそれだと気が遠くなるんで、まあチャゴス王子を増やすために、まあザオの杖だったり精霊の歌を使うこともできるんですが、やっぱそれでも相手がね、まあ特技で除去ってきたりだとか、全然こいつをね攻撃してくれなかったりすると、結局ねチャゴス王子が戻ってきてくれなくて伝説の勇者が発動しないというアクシデントに見舞われるんですが、そういう場合はね路線変更してプラン B ということで、まあこっちのそして伝説へはサブにして、基本的にはチャゴス王子で相手のフェイスをガンガン攻撃していくと。で相手はチャゴス王子特技以外じゃ取れないんで生存能力が高いんで、まあ手札に戻すかもう無視することしかできないということで、この性能を生かすことによって相手をガンガン攻めていこうというデッキとなっております。相手目線特技カードがなくて除去れない場合に関しては、攻撃しちゃうと手札に戻っちゃって伝説の勇者が発動しちゃうし、だからといって放置しておくと、もうチャゴス王子がガンガン攻撃してきちゃうんで、それでリーサルになってしまう可能性もあるということで、相手目線かなり厳しい状況になるんじゃないかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。よし、やってこう。先行。そしてカードは、天使の守りとミラクルソードということで、ここは両方交換しましょう。さあ、そして来たカード、急所付きとザオの杖ということで、まあ、このザオの杖に関しては、チャゴスを復活できるんで、かなりありがたいと。さあ、ここで終わりのターンだな。さあ、ここでまず終わりでテンションアップからの、ここは何もしない感じか。お、するか。ビルド、なるほど。まあ、ビルドだったら、このターン使うかなって思ったんだけど、まずは伝説の勇者を使って、ここはまずは、ポケさん。いいね。さあ、ここでまずは確実にチャゴスを持ってくる。そして、エンドを守るかな。で、ここからはとりあえずは、ま、適当に、チャゴス出して、まあ、今チャゴス出しちゃうと、ちょっとあれかもしれないんだけど、まあ、どの道復活があるんで、まあ、チャゴスは極力出していきたいなと。どれにしようかしら。さあ、ここでまずは冒険者さんにはお会いません。うん、そして、ここで残りレベルじゃなくて MP が3あるんで、どうするかな。ミラクルストードとかが安牌かな。さあ、チャゴス出すか。で、ここで次のターンザオとか使えると。舌を噛み切るからな。さあ、ここでまずは舌を噛み切っていく。さあ、ここで闇の盗賊の舌を噛み切ります。で、エンドを守るといきましょうか。さあ、ここで、いやごめんね、多分この後あと5回くらいそんな目に遭うと思うから。さあ、ここでまずは好きだらけだぜ。まあ、とりあえずここのメガザルロックとかもあるんで、まあ、ここら辺でもうチャゴス復活させまくって、で、まあわよくば手札に返してもらえれば、まあ、なんだっけ、このあれの効果、伝説の勇者のレベル4以降の効果が発動したりだとか、まあ、万が一できなくてもチャゴス無限チャゴスデッキとして動けるんで、まあ、相手が手札に返してくるか、それともチャゴスが生存するかの、まあ、ほぼ二択。一応特技でやられちゃう可能性あるんだけど、特技でさえやられなければ大丈夫なんで、まずはここでダーマ神殿を出していく。で、ここでまあメガザルロックかな。さあ、お宝発見を使うことによってまずは種をゲットできるようにしていく。で、まあ、残りコストミラクルソードもったいないんで、メガザル、あ、ミラクルソード行くのか。なるほど。さあ、ここでお宝発見っていうか、これめんどくさくないか。よく見たらこれさ、壺、僕の盤面に今壺あるからさ、ワンチャンこれメガゼルロックとかザオの杖で壺が復活するという可能性があるんだけど、まあ僕がリプレイにしてるってことは、まあそれは起こらなかったってことかな。さあ、ここでまずは除去っていく。オッケーオッケー、いいんじゃない。スター、ここで闇の盗賊2体目、ここでまた何かを奪っていく。まあ、このデッキに関しては除去系が多いんで、盗まれちゃうとめんどくさいというよりも、なんかあれだね、相手をそのまま強化しちゃってる感じがするね。多分ね、除去ばっかりなんで、相手が奪ってなんか損するようなもんはほぼほぼ入ってないんじゃないかな。コンボ系はないんで。さあ、ここでまず大相手ナスビーラみたいなやつが出てくる。なんだっけこいつ、ナス、お、だ、ナスビナーラか。うわ、惜しくない？え、僕結構惜しくない？ナスビナーラ。え、待って待って、これすごいんだけど、地味に。全部僕のだからね。いいでしょう、チャゴスしかいないから、チャゴスのもう手柄にならざるを得ないと。さあ、ここでまずは壺があと1では耐久割れちゃうんで、それがちょっと怖いけど。さあ、ナスビナーラに関してちょろいもんだな。さあ、ここでちょろいもんです。これがね、めんどくさいね。ミラクルソード今使ってきたけど、あとまあブラストアローとか、まあ今ニードルラッシュあるからいいけど、まあさっきの段階だったら1枚できなかったんで、まあニードルラッシュ奪ったりとか、急所付けもめんどくさいし、疾風の洗
3つくらいかな、大丈夫だと言ったら、さあ境界、まずはここでチャコス王子をもう1体出していく。そしてここで割れちゃうんで、こっから壺が復活する可能性があるっていう怖さはあるんですが、さあ下を噛み切っていくからの、残りコストは魔王討伐かな。今回ね、魔王討伐の強いところはこれ復活でも効果が発揮されるんで、ライディーンなので、これでチャゴス復活させるたびに能力が上がっていくと、こっちの効果に関しては召喚しないとあれなんだけど、復活でも能力発動するんで、これが非常にありがたいと。さあここでメガザルロックを出してエンドを守るといきましょうか。しかも今ね、 HP を4以上にしたことによって破壊と創造でやられなくなったんで、それでいいかなと思ったんですが、とどめを打たれていく。さっき言った通り、吸収好きも奪ってるしさ。さあここでアジトを使っていく。まあアジトはそんなかな、私のターンですね。さあザオの杖、まあここは適当に攻撃しまくっちゃえばいいんじゃないかな。で特にやることが今ないんだよな。準備万端です。さあここでまずは2点ダメージでうまく扱っていく。で残りコストは特にやることないんで、適当にチャゴスを出してエンドを守る。僕は面倒くさいことはしたくないぞ。さあここでめんどくさがり屋な子が出てきましたが、まあまあまあいいでしょう。チャゴス王子をとにかく出しまくることによって、まあ最終なんかありすぎじゃない、特技カード持ちすぎなんだけど、王子なんだぞからのチャゴスがまた出てきたんだぞ。さあここでまた手柄をどころにしようとする男が出てくる。でテンションアップ。ちょっとチャゴス、まあでもチャゴス奪われる分には正直どうでもいいんだけど、ただな、まあこっちはチャゴスを出したいので、まあこのチャゴス王子に関しては適当に除去っておいて、お、いいね、ザオラル。まあとにかく今回に関してはもう安村なんで、明るい安村なんだけど、とにかくカードを引いたりとか、まあ除去っていうか、なんていうんだろうな、まあとにかくチャゴス出しまくって手札に返ってきてくれないことには始まらないんで、尻尾の旋律。さあここで2点ダメージからの2点ダメージで、残りコストはまあザオラルとかかな。マスオさん。さあここで日天じゃなくて、チャゴスを出していく。神級かな。さあここでさらにチャゴスがもう一体出てくる。これが強いザオラル。全部僕のだからな。もうチャゴス王子がいすぎて、僕のは確かにチャゴス王子のものなんだけどね、うん、手柄は確かにチャゴス王子のものなんだけど、チャゴスでなんか6等分くらいしていただかないといけないんで、まあ、そこはちょっとご理解いただけたなと思うんですが、さあここで終わって、まずはテンションアップでチャゴス、おありがてえ、これ来るよね。おかえりくーからのブラックサンタ。まあ、とりあえず相手のユニットはね、比較的無視してもいいんだけど、ただ HP がこっちそんなに高くないんで、まあ、極力、まあ、除去りつつ、チャゴスは無視していくみたいな感じかな。さあ、ここでまずはニードルダッシュで確実に除去。ニードルダッシュで、チャゴスを出すか、デビルマスタッシュを出すか、デビルマスタッシュか。さあ、ここでテンションアップで回復は多分使うかな。チャゴス応じてエンドかな。さあ、まずは、エアシの葉。癒しの肌。おう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 。さあここでさらにチャゴス王子の攻撃、いいね。結構ね、このデッキ、このレベル4のレベル5レベル6っていうのまあ強いんだけど、基本的にこっちを意識しすぎてチャゴス王子を取れなくなった相手を逆にチャゴス王子で取るみたいな、そういうまあコンセプトもあるんで、どっちかというと、まあ、こっちは使えないことが多いかな。相手がもうチャゴス王子を意識しすぎてチャゴス王子を全然取ってくれないんで、取ってくれないというか手札に返してくれないんで、まあ、基本的にチャゴス王子はもうなんかあれだね、適当にフェイスに攻撃するための存在として、死と噛み切るからな、まあ、相手のね心理を読んだみたいな、そういう戦い方になってくるんで、まあ、そこは結構面白いところなんだけど、さあ2点からの2点ダメージしつけてやる。さあここでまずは調教していってからの天使の守りからのデビルマスタッシュでエンドを守るといきましょうか。いいね、ここ仮に全力されてもまたチャゴス王子が3体復活するんで、これは強すぎ。さあスノーベビーでまずは1体やられますが、ここでチャゴス王子が王子なんだぞ、僕は面倒くさいことはしたくないぞ。さあここでまた出てくるデビルマスターシュー、いいな、4体出てくるのじゃ、やばすぎ。でも勝ったじゃん、こんな負ける余地が見当たらないんだけどやばすぎ。もうね、こっちがだから伝説の勇者をしようと思わなければ基本的にはねやられることはないと思うんだよね。さあここで2点ダメージを与える対象がいない。それでは行きましょうか、ファイナルターン。 OK、 対戦ありがとうございました。